ホームセンター水率の低、典型的な古いハードウェアストアの内部。ホームセンターとは、主として、日用雑貨や住宅設備に関する商品を販売する小売店の業態である。なお、ホームセンターは和製英語である。英語では、ハードウェアストア、DIY ストア、ホームインプルーブメントリテイラーなどと表現されるものが、近い工具や、鍋釜や刃物といった、 金属製品が硬いということに由来しており、日本語では雑貨屋の細分類である金物屋に相当するのであって、近年の日本でいうホームセンターのような総合的な店のことを表記してはいない。具体的に販売されている商品として、下記のようなものがある。大型店では本職の大工や配管工事などの業務用の要求にも、 ある程度までは対応できる品揃えを持つ場合もある。以下のような3分野と捉えることもある。1968年に岩手県森岡市の再起用し、金物店が小売部を分離し、ホームセンターを設立。日本で最初にホームセンターという名称を使ったという。1969年にアメリカ合衆国のハードウェアショップをヒントにした順天堂が島根県松田市に、 ハウジングランド順天堂駅前店を開店。同年9月には村内ホームセンターが東京都八王子市に開店。ロードサイド型店舗で巨大な駐車場を備え、家具を中心として絨毯、照明などのインテリアをモデルルームのように揃えた。展示だけではあったものの当時は珍しかった会社も並べられ話題を呼んだ。ただし近年の日本で使われる ホームセンターが指す形態とは若干趣向きが異なる。日本で最初の現代のホームセンターであるとも言えるドイトの世の店が1972年に開業した。1976年、石黒ホーマの第一号店である中園店が北海道釧路市にオープンした。また、専門外の事業者も参入していた。大規模小売店舗法で、 店舗面積が規制されたため他の業態が切り捨てた分野を取り込んでバラエティスト明かした。コールドチェーンの確保が必要な生鮮食料品や流行に左右されやすいファッション医療品以外の多種多様な商品を扱うようになった。郊外のロードサイドの工場跡地などへ広い売り場面積、多大数の駐車場でのチェーン展開が始まった。 薬剤師の常駐が必要なドラッグストアや地元商店街との調整が難航した総合スーパーマーケットに比べ出店店舗が多かった。食品スーパーマーケットドラッグストアと共にネイバーフットショッピングセンターに出店することが多くなった。大手事業者への集中や小規模事業者の廃業、業態転換が目立つようになった。大規模小売店舗立地法の施行により、 都市均衡や郊外での他の業態との競争の激化が起こり、各企業ごとに違った戦略が取られるようになった。売上高一、0円以上の大手10社の売上序列は合併、資本系列など捉えにくい側面もあるが、概ね下の表の通りである。現在の主位は、2006年9月にホーマックカーマ、大輝が経営統合した DCM ホールディングスである。 ありがとうございます。